みなさんこんにちは、G 勝利グブルだ、ヒロイだ。はい、今回紹介するレゴはこちら、レゴスピードチャンピオンフェラーリ 512M です。はい、今回はこちらを組み立ててレビューしたいと思います。はい、こちらは去年発売されたレゴスピードチャンピオンです。はい、今回は久しぶりにフェラーリを組み立てます。ちなみにフェラーリを最後に組み立てたのは確か2年前だったかな。ちなみにこちらは1970年代のフェラーリです。僕が今まで作ってきたレゴスピードチャンピオンの中でこれが一番古いモデルだと思います。箱の後ろはこんな感じです。このレゴスピードチャンピオンにはフェラーリのライセンスシールがあります。こちらの定価は2780円でピース数は291個です。ではこちらのフェラーリ 512M を組み立てます。まずは組み立てが終わりました。今回のフェラーリなんですけど、僕が今まで作ってきたレゴスピードチャンピオンの中でめちゃくちゃ作るのが大変でした。思ってたより小さいパーツがすごい使われていたので作るのが結構大変でした。ちなみに組み立てにかかった時間は全部で45分かかりました。では今からこちらのシールを貼って完成させます。せーので、完成、フェラーリ 512M です。はい、完成しました。ちなみにシールなんですけど結構割と貼りにくいところもあったので7、8分かかりました。なので全部で組み立てに50分ぐらいかかりました。で、このフェラーリなんですけど今まで組み立ててきたスピードチャンピオンの中で結構変わった形をしています。まずドライバーのミニフィルから見ましょう。はい、全体をぐるっと見回すとこのようになってます。レーシングスーツのデザインがいちいちかっこいいところがさすがレゴスピードチャンピオンだと思います。ちなみにこのミニフィグはリバーシブルフェイスはないんですけど、ヘルメットパーツに付け替えることができます。はい、ではこちらのフェラーリ 512M を見ましょう。はい、全体をぐるっと見回すとこのようになってます。近くで見ましょう。まずこちらがフロント部分です。ヘッドライトは面白い造形をしていますね。確か前に作ったランボルギーニカウンタックもこれと似たような造形をしてました。横から見るとこのようになっていて、車体ナンバーは4番です。ここにフェラーリのロゴのプリントパーツがあります。こういったプリントパーツがあるのめちゃくちゃいいですよね。そして操縦席部分はこのようになっていて、この操縦席の周りのパーツの使い方がめちゃくちゃかっこいいですね。これはすごいよく作られています。そしてウィング周りはこのようになっていて、ウィング周りは結構シンプルな造形になっています。これもパーツの色分けやシールで再現されています。後ろから見るとこのようになっています。バックライトなんですけど、このウィングに隠れてるのでちょっと見えづらいですね。まあこれはしょうがないですよね。で、いつものレゴスピードチャンピオンだったらここにホイールパーツがあるんですけど、今回はホイールパーツはありません。ちなみに実物の写真はこのようになっています。タイヤがついてますのでこのように転がし走行で遊べれます。今回もめちゃくちゃ滑らかに動きます。ではミニフィグを座らせます。座らせ方はここがヒンジになってて、このように稼働して、ちなみに操縦席の内部はこのようになっていて、内部についてはすごいシンプルな造形になっています。ではミニフィグを乗せます。
はい、ミニフィグを乗せるとこんな感じです。このミニフィグを登場させるところがなんかスーパー戦隊のメカっぽくて僕はめちゃくちゃ好きです。今回組み立てたこちらのフェラーリは面白い造形をしていて、細かいパーツでいろんなところを再現しているところがとてもいいと思います。では最後にいろいろと比較しましょう。まずはこちら、じゃーん。フェラーリ F40 コンペテツヨーネと並べるとこんな感じです。コンペテツヨーネ自体は9番のスピードチャンピオンなので 512M と比べるとちょっと小さいです。では続いてはこちら、フェラーリ F8 トリビュートと並べるとこんな感じです。大きさはほぼ一緒なんですけど造形がやっぱ全然違いますよね。トリビュートはスポーツカーなのに対して 512M はがっつりレーシングカーですね。はい、僕の家にあるレゴスピードチャンピオンのフェラーリを全部並べるとこんな感じです。この並びめちゃくちゃかっこいいですね。やっぱフェラーリってこういう赤色が目立ってますのでめちゃくちゃかっこいいです。はい、レゴスピードチャンピオン1970フェラーリ 512M はこんな感じです。はい、ということでレゴスピードチャンピオン1970フェラーリ 512M を組み立ててレビューしてみました。まずこのフェラーリなんですけど、僕が組み立ててきたレゴスピードチャンピオンの中でめちゃくちゃパーツを使いました。パーツを多く使うことでこういった細かい部分まで再現されているところがとてもいいと思いました。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。